ハーフアニバーサリー記念ガチャを引いてきます。はじめは、普通か。演出なしです。大当たりやっぱこのエミリアとかレムラムですね。クリスマスの時のやつかな。扉は普通、ベティも普通。お、でも新しい。それがね、新しいやつも出ないな。扉は普通の演出もなしで、なさそうだな。2の方をやってみます。こっちは特に関係ないみたいな。ラインハルトが大当たりだけど、フレデリカか。フレデリカは絶対持てない。あと持ってないのはビアだな。引いてきます。1回目。出ないね。だからガチャ引いてももう、持ってるやつだからな。新鮮味がないじゃん。なんかそこはアニメと連動して、マヨたちとか、新しいキャラを出してほしい感じだな。全然虹が出ない。お、復活的な演出の坂のレム。もう一回ぐらい弾いてみるか。普通。第1位に戻って、
全然来ねえな。演出は全然ないな。今回のガチャはこんな感じでした。